死にたい。病気が立ててください。はい。弱いな、不安って感じね。多分結構慌ただしく生活してるんじゃないですか。うん、多分てか、きつかったかな。この陽気だしね。あ、まあね、確かに。もうただでさえこう熱が上の方にこもりますからね。抜けてきましたね、ポワンと暖かくなってきましたね。はい、マミちゃん見てるんで多分こうマミちゃん見てるから、何かとこう、まあ、気づやしくなるというかね。ただでさえね、暑いのに多分、もうあれこれね重なってだと思う。まあ、自転車も一員だし、うん、まあ、生活での、うん、まあね、その日頃の蓄積ですよね、うん、まあ、やっぱ片側座りの癖あるじゃないですか、うん、ああいうの
もうこう崩して座ると、ここ縮めてる側が縮めてくるので、姿勢によって出てくる歪みっていうのも痛みのもとですね。それだけやめようとしてもね、そうなる要因があるから、やっぱこう一個一個ね、それを改善するっていうかね、ちょっと難しいとか。そうですね、なんかやっぱり何か一個だけっていうふうにはなかなかできないですからね、いろいろこうその周りから解決していかないと。そうね、私膝悪いから変わってるのが無意識でまだあるっていうのとか、そうですね、で抱きかかえる時だってそれやっぱりカバーしてるから右側ばっかりくるとかあるかも。そうですね、まあ、そういういろいろな要因なので、なるべくやはりもうその、まあ、そういうのはしょうがないとした上でできる手は打つみたいなことをしていかないとなんですよね。個人的に気をつけるっていうのではとても追いつかないし、できないし、なのでまあまあ、ちょっとお腹ここ力入ってきましたよね。あ、本当ですか。あ、本当だ。ここがね、やっぱりスコン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 になってしまうと非常に危ないんですよ。危ないよね、はい、なんか前も言われたら思い出した、はい、触られて、あ、これやばいんじゃって何回か痛くなってるんですよ。あ、女性としてはやっぱり気をつけたいところですね。結構根元にも疲れが出てますか。寝不足ですか。そう言われたらそうかな。もう分かんなくなってる。いろいろ。まだ小さいからね。あなたが原因だよ。ね。怖い怖い。確かに。ここ痛いですよね。すごい痛いけど、あ、でも気持ちいいかななんて、ちょっと我慢すればいいのかななんて。やっぱこう、こういうところが硬いと脳が調子悪くなっちゃうんで、でもね、そこね、実はね、痛すぎて、一時期、やばいと思って、自分でこうグリ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 してなんとか持たしたっていうのが、あ、そうなんですね、先月。そうでしたね。先月でしたか。先月か先々月か、もうそのあたり。なるほど、落ち着いたから忘れてました。あ、でももうそこ、右ね、特に右。なるほど。腕が回んなくなって、抱っこできなくなっちゃった。あ、そうだったんですか。実はそれはかなりじゃないですか。かなりきてた。やばいじゃないですか。言うの忘れてた。結構な事件ですよ。事件だ、そう。でもね、聖子さんに教えてもらったのを思い出して、とりあえず自分処置をしてたんですけど、まあまあ間に合いませんけどね。まあやらないよりはね、出ないともう何もできなかったから、まあね、やんないといけないことはありますからね。バキバキじゃないですか。触れたら痛い。すごい痛い。あ、やっぱすごい。さっきやっぱちょっと鈍くなってたんですね。なんかあんま言わないなと思って。いや、我慢すれば気持ちよくなるかもと思ってたけど、ね、今の部分はもう、我慢できない。なんか、鋼になってたから。
なんか鎧みたいになってた。そうですね、入らなくなっちゃうような、痛い気持ち痛い。そうですね、そう気持ちいいのが少ししかない。そこ本当でもダメだな、ダメだわまだ、もうちょっと良くなってると思ってたけど、なるわけないか。分かんなくなりますよね。まあ自分基準ですからね。そうそう。とりあえず腕上がんなくなったとか抱っこできなくなったが回避されると、よしみたいな、になっていくのか勝手に体が。確かに喉元すぎればでね、そこが収まっちゃえばもうまあいいかなっちゃう。硬いな。眉間シワみたいな。もう無理っていう感じ。そこ。まあ右の方がもっとですけどね。そうですね。まあ入んないですからね。これでも辛いですかね。うん、ムラクラク。